おまけの呪術回戦、うん、おませんあのさ、うん、こんなんだっけこの箱、うん、猫ちゃんみたいで可愛いっすよね。え、猫ちゃん、猫ちゃん、ここの反りは強くなってるしさ、うん、これこんなへこんでたっけもう高さ同じになっちゃってますから辛い位置になってるけどこれ無理やり引っ張り出したら治りません？これちょっとそれ下押さえててもらって。ああ戻った。ブクちゃんが戻った。ブクちゃんのエナジーボンボンが戻ってきたかな。でももうダメだなこれ。これだからもうやっぱりそのビニールテープの引っ張る力に負けてるからさ、うん、ダンボールが。ビンビンにもね、ビンビンに引っ張られてるからそろそろ限界かもしれない。2年前でしょ、うん、でもさ2年前の段ボールとかってそりゃへたるよね。へたるへたる。湿気とかなんだね。これ多分見えてないとこ中とかカビ生えてますよ多分。なんかどうしました、薄汚い、いや汚い、あのそれ汚いですよ。配送庫にある段ボールみたいなって、うん、変な湿気吸ってるからこういう隙間にあの虫が卵を産むんですよ。だから手入れたくないですよ。ゴキブリとかだろ、うん、手入れたくないよこれ。じゃあ入れるのやめよう、うん、完全に崩壊するまでは使ってみますか一応我々のルールとして。まあじゃあ一応あとでねアルコールのスプレーをこの中にシャー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 って吹いておくね。燃えるんじゃない、うん、じゃあどれ貼るか。いっぱいね、いっぱいあるからな。コラボなんかもったいねえ気がするんだよなこれ。まあコラボの1枚しかないからね、もったいねえから。余ってるやつありますよ、余ってるやつ。今呪術誰が貼られてんだこれ。今貼られてるやついますよ。呪術イタドリ、イタドリか。じゃあそうだな、この水鉄砲伏黒とかいいんですか。伏黒を貼っとく、うん、撃つぜ撃つぜって感じ俺は撃つぜ、うん、レイガンっていう人だ。それがこっちの縫い目ゲトウでもいいんですけど。なんでなんででしょうね、分かんないけどなんで、うん、あんま言わないですけれども、なんていうか縫い目ゲトウか伏黒か、まあ、伏黒を入れとくか。じゃあ、うん、イタドリいるし入れときますか。それか、まあ、あえてイタドリをここにつくことによってダブルイタドリ、はい、同じポーズ。ああ本当だ、面白みってもんがな、面白みってもんがよ。五条線でもいいんだよな。五条はいくつかあるよ。五条線の目隠しツンツンバージョンか、髪下ろしバージョンノーマルもあるし、そのコラボも2つ、そうそうそうあるから。そうだな、やっぱここはうちと縁の深い五条線で、うん、あ、じゃあこの五条だとダブってるよ。じゃあこのスパイディ五条にしましょう、うん、スパイディどこら辺あるかね。うん、隣じゃないですか、ちょうど空いてるし。龍冠マダムの下とか。龍冠マダム、龍冠マダムになんかこの挙式紫をぶち込んでるみたいな感じでどこかいいですね。龍冠マダム粉々になると思う、粉々に吹っ飛ぶ龍冠マダムね、え呪霊としてのレベルそんな高くないだろうか、うん、呪霊じゃないからね勇敢マダムだからね、勇敢マダムだからね、うん、うん、野生のインフルエンザをね払うんで、はい、払いましょう。いいね、行きました。いいね、いい感じじゃないですか、うん、カオスだなこれな、盛り上がってきたな。ゴルシ浮いてんな、ちょっとゴールドシップ。確かになんで浮いてるように見えるんだろう。なんだろう、セーラームーンがいるけどやっぱり美少女系がこれだけだからかな。確かに基本的にちょっとラインナップが汚いラインナップはバランスで言うと汚いのよまあ龍冠マダムと野生のインフルエンザは2枠取ってるからな。いや、あのオートマもいます。オートマさんはオートマもいます。貧乏ゆすり含めたら4枠取ってるし。貧乏ゆすりそうだね。いや、なんなら、あの、湯浴み天女も、スーパーゼウスもいるんで。ほんとだ、だいぶ撮ってるな。何気に俺ら、この時、あんな散々な言い方してた割に、ハマってんだよね。ハマってた、ハマってた。気に入ってんだよね。めっちゃ気に入ってた。6枠使ってますよ。まあ、後からちょっと上から貼っていく感じで、ちょっとごまかしていきましょう。そうするか。うん。それでもいいかもしんない。うん、スラム街の壁みたいな感じ。よーし。今日も開封したな。終わる、終わりです。それで終わる強引に終わります。じゃあ終わりますんでね、さよなら。